とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたので、攻略をやってます。今日は22階から30階、ラスボスまで行っちゃいましょう。21階の報酬、ここは何もいりません。そのまんまで行きますね。んで、エンチャポイントが、余っちゃってます。ここでね、謎の共鳴化を上げてください。前回に引き続きでいきますね。で、ここもね、風のゴーレムと、ネクロマンサー、そしてね、雪を投げてくるピグリンいるじゃないですか。あれがね、とにかく痛いんですよ。あいつがなぜか、このダメージ、やたら痛いの、ここだけ。なので、あいつはね、早めに倒すようにしてください。この風のゴーレムをね、とにかく攻撃力がえぐいんですよ。なので、あまり近づかないようにして戦うといいかと思います。うん、このね、トラップ当てたいけども、当たらないんだよな、なかなか。当たればね、すごく。ダメージもね、取れていいんだけども、当たらないんですよ。まあ、基本的にはもう後ろからね、弓でガシガシいっちゃいましょう。まあ、安全です。まあまあ、矢がね、あんまりないっていう人は、ちょっと近接もね、決めつつ攻撃をしないと足りなくなるとは思うんですけども、まあ、ここは、あまり矢のことは気にせずに、攻撃していった方がいいかな。とにかく攻撃力高いやつが多いので、注意しましょう。22回クリアです。はい。で、ここ、防具変えましょう。闇のアーマーですね。で、エンチャントはクールダウン、入れてください。はい。で、ここは特に問題はありません。ただただ敵がね、よく湧くなっていう。場所ですね。で、ここでこの雪を投げてくる、ピグリン、名前はなんか知らないけども、あいつの攻撃はね、ここ痛くないんですよ。うん。このね、前のステージはあんなに痛かったのに、なぜかここは痛くない。うん。じゃあ前のステージのあいつが、攻撃力強く設定されてるのかな？やたら痛いそうだ、あれ。じゃあ、まあ敵が多いだけで、まあ全部雑魚です。もうサクッと倒しちゃってください。まだまだ湧くんだよね。じゃあ上にいるな。いいか、あれは後で倒すか。あー、来た来た。後でね、ぐるっと回ってきて倒してもいいとは思うんだけども、いいじゃないですか。であっち側に湧かなくなったら反対側に行きます。はい。じゃあ、で、極力森のやつを使ってね、矢を、節約していきましょう。あれ、あと1体ぐらいいるんだろうな。あ、そっちかい。どこに隠れるんだ。はい、23階クリアでーす。雷の矢筒欲しいけども、俺は取らずに行ってます。はい。で、ここは、立ち回り注意ですね。うん。下にいると、どうしてもね、溶岩に落ちちゃうことが、落ちちゃうことがね、あるので、俺は基本的に上で戦った方がいいかなと思います。どうしてもね、ちょっと敵のノックバック食らって落ちちゃうとか、そういうのがあるんで、まあ、上で戦えば、間違いないかな。しゃ、まだ出た。あ、こんだけ蜂が出ればいいね。こんだけ蜂が出てきてくれれば、間違いない。この蜂はね、結構キムニアなので、あまり出てこないことも多々あります。終わり。まあ、立ち回り注意です。まあ、上の真ん中あたりで戦うといいと思います。で、次、ボスですね。危ない。で、ボスの前に、ゴーレムの HP を回復したいので、
一度更新を入れておいてください。はい。で、ここはね、ボスがね、こっち側出るのよ。なので、これ、ここら辺にゴーレムを置いて、ターゲットを取ってもらうようにしてください。で、自分はここら辺から、弓を撃つだけだね。近づかないようにしてくださいね。絶対痛いから。うん。あ、ゴーレムがやられても大丈夫です。自分は近づかないように、ここら辺からガシガシと打ち込んでおけば大丈夫です。ここでこのゴビタはね、なかなか硬いので、嫌なやつですよね。はい、まあ、近づかなければ大丈夫です。倒しました。25回クリアでーす。んで、ここ剣をつけていってください。うん、剣もしくはこれバトルスタッフ、どっちでもいい、使いやすい方をつけていってください。これをつけることによって、この商人で、ハンタークロスボウを上げたときに、117まで上がります。武器を変えなかったら、115までしか上がらないんですよね。なので、2だけども、結構ダメージ違うので、つけておいた方がいいと思います。で、エンチャントは追い打ちだけ、うん、追い打ちだけつけてください。あとは別にいいかな。うん。あ、で、ライフブーストも、HP が増えるので、何回かやられちゃったなっていう人は入れておいてもいいと思います。はい。で、ここは、真ん中にねトロッコが、あります。トロッコには引かれないようにしてください。トロッコに引かれると3回ぐらいで死ぬかな。うん。なのでトロッコには注意。今回はね、矢が結構あるんで、多分ここに来る頃にはみんなね、100本以上はあると思う。なので、どんどん、矢で戦っていってください。ここ変に立ち回るとね、どうしてもこのトロッコにね、やられることがあるからね。なので、極力は、周りはゴーレムにお願いしつつ、矢を打っていく。っていうスタイルが間違いないと思います。はい。で、ここ、報酬いりませんけども、ゴーレムの HP が減ってるので、ゴーレムを更新して、HP をマックスまで持っていってください。んで、ここ、ネクロマンサーが出ます。溶岩に落としてやると、まあ、いい感じで、やられてくれるので、ね。うん、森の矢筒を使うと、ノックバックで落ちますんで、これがいいです。戦い方としては。んで、クリーパー多いんですよ、ここ。クリーパーが多い。なので、近接では戦わないようにしてください。基本的に弓。弓一本です。じゃないと、ちょっとね、やられちゃう。もう矢は全然あると思うので、後ろから行きましょう。で、長弾がものすごく決まれば、速攻倒せます。今回は、長弾はあんまり発動しませんでしたね。で、ここで、俺、愛のメダル持っていくんですよ。愛のメダルがあれば、30回のボスがちょっと楽なんだよね。周りの雑魚を、愛のメダルでいけるので、楽です。で、まあまあ、ここもね、そこそこ楽になるので、いいかなとも思いますよ。はいはいはい。とにかく敵多いです。うん。多い。攻撃力が高い。ので、もう弓で、いってください。弓と愛のメダル。間違いない。愛のメダルで、ターゲットになってくれますので、いい感じです。あ、いたたたたた。この毒が痛いんだ。ナイスです、お前たち。あれ、まだいる？え、どこ？もう終わりかなと思ったんですけどね。あ、いた！そんなところにいたんかい。はい。それでは、クリアでございます。ボスに行きましょう。もうボスはね、攻略方法は別にないんですよね。うん。
地道に行くしかありません。バトルローブ変えてください。で、バトルローブで、クールダウン、そして防護ですね。で、もうちょっと安全に行きたいなっていう人は、霊気まで入れてもいいと思います。うん、霊気まで入れたい人は入れてもいいかな。どうせ余るしね。で、近接ではあんまり攻撃しないと思うので、剣には追い打ちだけで大丈夫ですかね。はいはい。で、ここ注意が、クリーパーを愛のメダルにかけた時が、ちょっとね、予想しない動きをしだして、自分に爆発が当たることがあるんですよ。なので、クリーパーを、愛のメダルを使うときには、要注意ですね。ちょっと注意していってください。結構離れたところでやった方が、まあ、安全かなとは思いますよ。レイス。で、レイスは愛のメダルにかからないので、見てください。はい。まあまあ、とにかくこんな感じで、ぼちぼちと。倒してください。時間はかかります。終わりですね。はい、倒しました。一回ちょっとね、クリーパーの爆発で死んじゃいましたね。ということで、30回までの攻略でした。報酬見てみましょう。頼むよ。いや、ダメだダメだ。なかなかいいのは出ませんね。はい、ということで、3回に分けてね、攻略を出してみました。いかがだったでしょうか。多分まだね、他にもやりたい、やりやすい方法もあると思います。俺はね、こんな感じで行った方が、楽かなと思いますので、よかったらやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。